こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、大垣競輪場で開催されている G2、ミナーズカップも、いよいよ最終日、えー、12S 決勝戦の予想を行いたいと思います。えー、っと、12S 決勝戦ご覧のメンバーですね。やっぱり話題は脇本裕太にあると思います。えー、ちょっと準決勝はあの気になるところではありますが、週1日,日と圧巻のレース。 さらに、え、浅井コ太がマークになります。SQS 班がこの2社なんですが、SS がラインを組むということで話題性は抜群です。えー、他の機能力タイプも充実しておりまして、えー、山崎健と大田龍馬。そして渡辺優太ですね。特に山崎と大田がやはり脇元にメラメラと闘志を燃やしている、来るでしょうから、 脇元の思うような、すんなりしたレースになるかといえば、私は、えー、疑問に思います。で、えー、そこで、えー、っと、私の狙いは、比較的レースが見えている、えわ、ー、渡辺裕太を前にした、前に、え郡、ー、司公平、中村博がつける、 えー、難関の、難関税、特に、えー、軍事ですね、えー、を本命にしたいと思います。えー、これは二段掛けではない、なく、えー、渡辺の残り目もあると見ております。でこの、えー、わ、軍事、渡辺の折り返しを本戦にしたいと思います。 えー、ではですね、もう少し詳しく見ていき、いきたいと思います。まあ、メンバーご覧の9人。えー、っと、言うまでもないですね。やっぱり脇本は、まあ、あの、グランプリ、静岡グランプリ以外のレースなので、競争得点も、あまり当てにならないところはありますが、まあ、初日2日のレースが圧巻だったというのは、 やっぱり、わけごとすごいなって思う人も多いかと思います。まあ、結構、あの、機動力タイプが、意地の見せ合いになるレースになるんじゃないかなと思っております。えっ、ー、と、そこのところですね、バック回数が、太田が20回でトップです。ホーム回数も12回ですね。 本来なかましまくりを得意する太田ですが、近況や、本当にあの、一部でしぶったり、謎動きをする競争を反省したのか、もう普通に積極的にで、できて、ラインで決めるという競争を重視しております。まあ、今回は松浦雄志だけが、あのー、マークの2社なんですがうん、準決勝を見る限り、 まだまだその姿勢は変わらないんじゃないかなと思います。えー、バックに回数2番手は山崎健人です、えー。ホーム回数も8回あります。えー、渡辺優太は、バック回数は8回なんですが、ホーム回数は10回。えー、ペースを見て仕掛けるタイプとも言えますね。えー、この成績を見てると山崎健人、 二日目の二次予選二着はバックを取ってるんですが、ここ数場所、そんなにですね、あの、積極的に行くという競争ではなく、自分が勝ちに行くというか、まあ、後ろをあんまり引き出せてない競争が目立つというのが、まあ、気になるとこですね。 準決勝も、あの、脇本に一度は挑んだんですけど、結果的には、まあ、渡辺優太郎の動きもあってですね、えー、結局は、委員をついて、その、 インまくりみたいな形で抜け出しての一着でした。うーん、着は一着取ったものの、正直、あまりパッとしない。うーん、ちょっと、あの、先が明るくないような感じには見えます。一方、脇元もこの8番手に置かれて巻き返してます。ホームから巻き返してます。 一着取ってもやっぱおかしくないという感じはなったんですが、結果的には、ちょっと車の出が、一気に、あの、こう、スピードに乗ったら止まらずにできるっていうわけじゃなくて、なんか引っかかる感じがあったのが、すごく気になるとこです。初日二日目はもう圧巻だったんで、そう考えると、 ちょっと決勝戦に不安を残す、えー、出来になりました。渡辺はバックからを先まくりだったですよね。先まくりじゃないか。脇元の後ろからまくってるか。あんまり積極性をここ最近は感じないんですよね。ただ、バック回数8回に対して逃げの決まり手は6回なので、つまり誰も逃げない。 誰が逃げるんだろうっていうタイミングを見計らって仕掛けているということで仕掛けの感覚はすごくうまくなってるんだろうなと思いますその結果114.12という得点に現れてるんじゃないかなと思います戻しましてあなんと松浦もバック回数10回なんですねホームは4回なんだけど もちろん先行も自殺を積極的な競争。これが、あの、太田龍馬と合体するわけですから、これはかなり、うん、他のラインも、この早仕掛けは、特に脇本は、警戒しないといけない。また、脇本は準決勝みたい後方に置かれて、苦しいレースをするんで、やっぱり早めに動いていかないと、 いけないという心理が働くんじゃないかなと思います。誰が前取るかっていうのは難しいですよね。一番下に脇本かもしれない。浅井も中部なんでエースを取るかもしれない。難関かもしれないし、文が二番下なんで難関かもしれないし、山崎健人が最近前取ってる気がするんで、山崎かもしれない。大田龍馬が前取るかもしれないというふうに、 結構わからないんですよね。ま、どちらにしても他のラインは、脇本をやっぱ8番手に置きたい。で、脇本は一方で、8番手に置かれて、やっぱり準決勝の車の出る不安があったんで、あ、えー、の、準決勝よりは早めの仕掛けをしたいということで、まあ、最終的な先手は太田で、 山崎はちょっと,あとそこまでの積極性に欠ける部分がある。やっぱり、後ろ佐藤慎太郎ということもあって、自分が勝つ、勝つという意識があって仕掛けが遅れる。渡辺裕太はそこをついて、結構いい位置にいるんじゃないかなと思います。で、えー、っと、機動力、難関が機動力タイプで渡辺軍事へ並んでいるので、これ二段掛けかということで、 えー、ぐからある程度売れてて、渡辺からはあんまり売れてないんですけど、渡辺な太これ二段掛けの引き出しじゃないと思ってます。二段掛けしてもやっぱりペースが上がれば脇元のかかりがゆいんで、さらに大田とか山崎もいるんで、そんな単純に二段掛けでとはなるとは思わないんですよね。 むしろ、そ、それなりのいい位置つけて、先に仕掛ける。というのが、ベストだと。踏んでいるんじゃないかなと思います。それに、やっぱり、ここの、この渡辺のバック回数と逃げを決めてみたら、機関車役というのが、どうなのかなっていうか、そんな気はしますね。むしろ、渡辺が残る競争、残れば、 あの、ライン3人で決まる。あの、自分が勝つ競争してくれば、軍事も中村博もチャンスあるっていう見方を、えー、っと、してるんじゃないかなと、えー、私は思ってます。渡辺裕太、最低人気なんですね、3連単支持率。まあ、確かに、頭まで来るまでの凄みは渡辺裕太、準決勝を感じませんでしたけど、 やっぱり展開がどうなるかというか、そんなすんなり、えっ、ー、と、脇本なり、大田内が先手取って、はい、終わりっていう流れには思えないんで、えっ、ー、と、案外、渡辺向きの展開になるんじゃないかなと思ってます。やっぱり機動力をすタイプが多すぎますからね、結構前傾ペースになるんじゃないかなと、 このレースは思います。特に太田龍馬の意地っていうのが脇本にとってはかなり脅威になりますからねえっと二車間のオッズなんですがんやっぱり、まあ、SSQS 班の脇本、えー、浅井が組むということでこの2人の折り返しが中心で で、脇本から軍事脇本から松浦というふうに売れてますよね。まあ、これはある程度わかります。まあ、ちょっと脇本を売れすぎじゃないかなという気はしますけど、まあ、やっぱり初日、二日の悪化の競争を見る限り、脇本から売れるのも、これは仕方ないんじゃないかなと思います。 で、アサイの次に売れてるのは、まあ、見た感じ、やっぱり軍事ですよね。21が18.2倍。突き抜けの28で22.3倍。となりますね。次がさらに松浦ですよね。松浦かも、まあ、安くても30倍なんですが、まあ、 あの、4番目に売れてる方ということで、大田の引き出しが期待できるっていう見方じゃないかなと思います。では、それを踏まえて、じゃあどういう展開はある程度行ったんですけど、やっぱり、まあ、他の四分線で脇本以外の前を走る選手の、えっと、考え方は、脇本を後ろに置きたい。 なので、ゆっくり押す。ただ、そう、強力、プレイ。7人が、あじゃあ、七人でいいか。えっ、ー、と、寄ってたかって脇本を後ろに置いて、単純に不発4発競争じゃなく、大田も意地を見せたい。山崎も意地を見せたい。というとこあるんで。 渡辺を緩んだらやっぱり仕掛けますから、から勝つ競争のないで仕,あの仕掛けるんで、影の連携というのは、あの決まらないと思います。まあ、どこかで脇本が抜け出すところがあって、脇本は仕掛けていく。その時に太田が先手を取っている。まあ山崎という 考え方もないとは言えないんですが、後ろ佐藤ですからね。まあ、後ろは佐藤だっていうのを考えずに、もうあの自分の力を出し切るっていう競争をしてくれるのが、まあ、期待、希望ですし、そういう競争になれば、太田を差し置いて山崎というのもあるんですけど、やっぱり、うん、最近の山崎を競争見てると、そうは思えない。 むしろ太田の方が普通の、普通のというか、本当にラインで決めるという意識が、の先手を取る、積極的な競争という可能性が高い。太田は、まあ、まだそこまで結果出してないけれども、スピードはあり、トップスピードはありますし、最終的に松浦も出ていけますからね。 そういう意識になると、脇本も何とか早めに抑えておきたいんで、やっぱりペースが上がって、脇本も太田も、ひょっとしたら山崎も足使っちゃうんじゃないかなと思う,思うんです。そこで、狙いは、えっ、ー、と、おそらく、そうですね、 オーター、脇本をたたい叩き合いになったら、外に持ち出しながら踏む準備をすると思う,思うんで、渡辺は、そう、叩き合いの後ろあたりいるんじゃないか。山崎の位置取りがそんなによくなく、おそらくあんまり積極的ではないから、後方に置かれるような気はするんですよね。一方、脇本を後方に置こうと、 した場合、大田松浦の後ろはやっぱり渡辺が回っていて、3番手から先まくりを打つ流れ、脇本を仕掛け合わせて先まくりを打つ流れになるんじゃないかなと思います。もしくはもう先に松浦がバ手テまくり打っちゃう、打っちゃって、そこに、え、海の3人がついていくという流れ、というふうに、 予想するん、します。なので、まあ、ハンドリング的に、どうにでも対処、あの、できる、有利な位置に入れるのは、私は難関税だ,だと思います。ここはもう二段掛けせずに、あの、すんなりの位置を狙って、えー、渡辺が、後期から仕掛けて、そうですね、まあ、まくりだと思います、渡辺は。 やっぱりペース上がりますからね、そこでし、自分が仕掛けていってはやっぱり軍人を含めて足使うだけだし、仲間が離れたりする可能性ありますし、3人で決めたいっていうのが一番じゃないかなと思います。で、最終的にできって、もちろん脇本なり山崎なりをまくってくるんですけど、 それは中村がブロックする。中村か軍事自体がブロックして、えー、っと、最終的には軍事と渡辺のマッチレースというふうに見てます。えー、2772本線です。で、一応ですね、えー、っと、全通り、えー、軍事公平と渡辺裕太を中心に 渡辺裕太を二人から全通り上げておきます。その中でも、全通りの中でも、えー、筋の中村博史。まあ、これは主に、あの、軍事の頭の場合の中心ですね。えー、それから、松浦雄志。これはまあ、渡辺裕太も軍事も考えられますが、いやいや渡辺裕太雄事かな。それから、浅井孝太。これもまあ、 どちららとも考えられますよね松浦も浅井を中村を押し最後は押しのけるっていうだけの走りをできますし縦のスピードであれば中村もそんなにいいとは思えないんで買わせる最後買わせあの中村博の後ろに、まあ、浅井とか松浦が切り替えていたとしても それらを買わせるんじゃないかなと、え、思います。もう一社挙げるとすれば、佐藤慎太郎なんですけど、やっぱり山崎次第という、山崎がある程度まで押し上げてくれないと、というのがあるんで、多少不利に働くんじゃないかなと、え、思います。あとはまあ、脇本、山崎かなぁと、 え思いますね。つまり、あ大田以外全ですね。これはね。えー、ち、うちを全って書いてるんですけど、えっ、ー、と、大田はちょっと先導役いてして、しんどくなるんじゃないかなと思うんで、えー、大田以外全とさせてください。えー、ろ、2、7か6はなしです。 はい。これでオッズ見てみるとどうなるかって言いますと、えー、2772がなんとこんなにつくんですよね。やっぱりこれ難関は渡辺歌が機関車役になって二段掛けだと思ってるからなんじゃないかなと思いますね。私はそうは思わないんで、これは美味しいです。えっ、ー、と、28だと22.3倍。まあ、これはわかりますよね。 78、えー、623.1倍。やっぱり、軍事が飛んで中村っていうのは考えにくいという方もあるんでしょうけど、渡辺自体が落つ、7人でもあ満車券ですからね。つきますよね。えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、松浦ですか。 松浦だったら2球が38.1倍。7球だと415.4倍。うん、渡辺の方が魅力感じありますよね。まあ、元渡辺が最後、直線勝負に近い形でできたとしても、なんかぐ、今の軍事、すごく出来がいいんですよね。勝率も連帯率も。なので、か、最後、 渡辺優太は貸しちゃうんじゃないかなと、えー、思ってますで。それから浅いか、えー、25で33.6倍。うん、ちょっと、もうちょっと欲しいかな。75は414.5.4倍。これはそれなりにつきますよね。軍事の出来はいいものの、 いいか、多分刺すとは思うものの、この音図を見ると渡辺裕太の頭もすごく魅力感じるんで、どちら、えっ、ー、と、渡辺裕太をの頭を外すことはできないなと思っております。まあ、どちらにしても、えっ、ー、と、 いい位置、いい足のため方をできる、えー、難関勢が、えー、有利と見て、えー、軍事公平と渡辺裕太、特に軍事公平を本命にしてみました。はい、えー、以上、えー、大垣 G2 ウィーナーズカップ最終日決勝戦の予想をお送りいたしました。ぜひぜひ、あのー、気に入りましたらチャンネル登録、高評価お願いします。 1000、えー、人以上を目指しております。1000人以上を目指すとすごく、あの、水益化の可能性も出ますんで、もうお金の話になっちゃいますけど、えー、っと、非常にモチベーション上がりますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いします。えー、またですね、えー、関連動画、動画プレイリスト、最後20秒で表示されます。えー、こちらの画面、えー、に、えー 関連動画、動画プレイリスト表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しいです。また説明欄にブログ、ツイッター、えー、アドレス書いてありますので、よろしければ見てください。え、以上、え、大垣 G2 ウィナーズカップ最終日1 2ス決勝戦の予想をお送りいたしました。非常に機動力タイプが揃って、 激しいレースになることは必死です。えー、それだけ頭を悩ませている人も多いかもしれませんが、私は、えー、と、早いペースになって、足を、機動力タイプが足を使って難関勢が抜け出すと見ております。皆さんはいかがでしょうかえー、っと、こ 予想のコメントなども還元しております。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。